ターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、アリアドレッドノートの AD720 です。それでは店長のギター紹介動画お楽しみください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、ゴールデンウィーク始まりましたね。皆さん、今日のこの動画はね、どちらでご覧になってるんでしょうか。今日はね、とってもコスパいいんですけど、めっちゃいい音がするギター、アリアドレッドノート AD720 です。これね、今日のギターね、正直そんな高いもんじゃないんですよ。定価で言うと7万クラスだと思うんですけども、なんとトップバック単板なんですよ。トップがね、イングルマンスプルース単板、サイドはローズウッドの、まあ、合板です。でバックはローズウッド単板なんですね。ネックマホガニー、指板もローズウッド、そしてね、ナットサドルはボーンです。骨ですね、牛骨ですね。さあ、これだけの仕様ってね、まあこちらはもちろんアジア製だと思うんですけども、もう国産だったりね、アメリカ製だととんでもない値段でしますもんね。ほら、音わかる？あとでゆっくりやりますけど、状態も素晴らしくいいです。これ本当にね、僕もアリアドレッドノート割と好きなんですけども、コスパは本当にいいギターですよね。さあ、そしてこちらはですね、ソフトケースがついていますので、細かいところとケース、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。アリアドレッドノート AD720 です。こう、まずね、ルックスなんですけど、もちろんドレッドノートサイズなんだけども、この装飾が非常に豪華で、マーティン D42 っていう感じですね。さあ、じゃあ細かいところ見ますよ。まずトップ、イングルマンスプルース単板です。このまず傷をね、チェックしたいと思うんですけども、ないですね。全くないな、トップはな、全然ない。見て、ほら、ボディの周り、これキラキラと、そしてサウンドホール周りもキラキラ。このブリッジにもね、飾りが入っています。はい、ピックガードも綺麗ですよ。中焼き印、はい、こちらにですね、ボリュームがついてます。中に電池ボックスね。はい、フレットはね、ほとんど減ってないですね。まあ、どうだろう、9割ぐらいって言ってんじゃないかな、全然減ってないですね。ローズウッド指板も綺麗です。さあ、そしてポジションマークがおしゃれです。なんとなく42な感じね、スノーフレーク。はい、こんな感じです。ヘッドも見てください、綺麗。ゴールドのペグも素晴らしく綺麗です。ロゴも綺麗。さあ、そして後ろにしてみましょう。はい、こちら、あのペグには何も入ってないです。アリアとかメイドインジャパンとか。はい、こちらに型番とシリアル番号入ってます。でね、唯一の傷がヘッドの、ちょっとこうしますね、ここ、頭の角、ここに打孔があります。ここだけなんですよね。はい、よし、じゃあもう一回こう置いて、はい、ボリュート付きのネック、ネックの後ろも全然傷とかないですよ。さあ、見てください、後ろ、ローズウッド単板ですね。この価格で単板ですから、素晴らしいと思います。サイドも見てみましょう。サイドはローズウッドの合板です。サイドも綺麗。ボディ周りね、傷とかないですね。後ろジャックがね、ついてます。はい、さあ、そして、はい、じゃあちょっとスタンドに置いてみます。よいしょ。はい、こちらは、これ純正じゃないですね。ソフトケースがついております。はい、こういった形でね、一応背中に添えます。はい、ということで、アリアドレッドノート AD720 です。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃ状態いいと思いません？めちゃくちゃ綺麗です。さあ、そうは言っても問題の弦高ですよね。弦はいつものようにエリクサーカスタムライトです。6弦12フレット上で約ですけど、低い 2.2 ですね。ナット幅
約ですけど43です。握りはね、割と今時ですね、薄めの U シェイプかな。はい、じゃあ早速音です。めちゃくちゃいいよこれ、開放弦から響く、わかる、伝わるかな。今日ちょっとねマイクめちゃくちゃ近づけてみますね。こんな感じでどうだろう。もう一回開放ね。ほらどうですか、ちょっと指でサウンドフル真上、キランキラン、ブリッジ寄りです。音でかくなるかも、ちょっと気をつけてね。ちょっと指でまた弾いてみたいと思います。いつものようにこの辺をね、トップバック単板でこの豪華さ。はい、そしてねこちらのギター、後付けでピックアップがついてるんですね。ここにボリュームが、ね、ついてます。中に電池ボックス。さあちょっと音出してみますね。ボリューム上げて、癖のない感じ、ほらいいよね全然。使ってみましょう。じゃあいつものようにね、やめろと言われてもリバーブをかけてみましょう。リバーブかけると同じ。そしてコーラスかけるとこんな感じです。あこれは気持ちいいね、これはこれでね。まあ、やめます。まあ、でもね本当に生音でもまた消しますね。生でも全然綺麗、本当に綺麗な音します、これ。そしてピックアップもついて、もう即戦力。いいな、トップ単板、バックも単板、そしてピックアップもついてる。これ本当にね、もちろん初心者にも1本目にも もちろん最高だし、2本目とかにね、ある程度ほら最初のギターで練習して、よしそろそろ人前でやってみようかな、ライブやってみたいなって方にも最高かもしれないですね。さあじゃあこちらお値段なんですけども、定価だとね7万、税込み7万5千かな。そちらが先ほどのソフトケースつきまして、そして何といっても後付けのピックアップもついていて、お値段が税込みで3万9800円です。よろしくお願いします。さあということで
ゴールデンウィークね始まりましたけども、まだ行くとこないなっていう方もしいらっしゃいましたら、ぜひ新潟県に遊びに来てください、ね、景色いいとこもいっぱいあるし、美味しいのもいっぱいあります。そしてついでですよ、別にうちはついででいいんで、もしちょっと時間余ったなと思ったらうち寄ってみてください。その際にもしですね、お家に使ってないギターあるなと思ったら1本でも2本でも持ってきていただくとすごい助かります。一つよろしくお願いします。ということで皆さんですね、ゴールデンウィーク始まりましたけども、車で移動とかね、交通安全気をつけて楽しんでください。ということで本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、アリアドレッドノートの AD420 です。それでは店長の720、うわ、もう一回、何、アリア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 からいい、ドレッドノートの AD720 です、うん、はい、最初から全部、え、全部、うん、720ね、720、はい、さっきの音が出たらしっかり G が、ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介す、ダメ、え、何も、最初から、え、最初から、ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、アリアドレッドノートの AD720 です。それでは店長のギター紹介動画お楽しみください。